サッカーイコール不振のチェルシー黒星、前日加入のフェリックス退場。ロンドン12日ロイター、サッカーのイングランドプレミアリーグは12日に1試合を行い、不振のチェルシーは敵地でフラムに1、2で敗れ、今季リーグ戦7敗目となった。チェルシーは前日にアトレチコマドリード、スペインから期限付き移籍で獲得したばかりのジョアン・フェリックスがスタメン出場。前半に先制点を奪われたものの、後半開始直後にカリル・クリバリのゴールで同点に追いついた。しかし、同13分にフェリックスが新天地デビュー戦で一発退場となると、その後に失点して逆転負けを喫した。クラムにとってはチェルシー戦17年ぶりのリーグ戦勝利。公式戦3連敗となったチェルシーは、リーグ戦18試合を終えて7勝4分け7敗の勝ち点25で10位に後退。グラハム・ポッター監督への風当たりも強くなっている。チェルシーに希望と絶望をもたらした J ・フェリックス、58分間で最多決定機も一発レッドで参戦出場停止。1.12 プレミアリーグ第7節延期分フルハムに1チェルシー。鮮烈なプレミアリーグデビュー戦となった。FW ジョアン・フェリックスはアトレティコ・マドリーから半年間のレンタルでチェルシーに加入。12日のフルハム戦でデビューを飾ったが、後半のファウルで一発退場となってしまった。低迷のチェルシーにとって、希望をもたらす前半だった。前半25分に失点を喫したものの、J ・フェリックスは前半45分間で多くのチャンスを創出。デビュー戦のために味方との連携は不完全だったが、それでも個人能力の高さを存分に発揮した。だが、後半に J ・フェリックスの評価はひっくり返る。後半13分、不用意なタックルをしたことで主審からレッドカード。クラブ史上初となるプレミアリーグデビュー戦で退場になった選手という不名誉を食らってしまった。数的不利のチェルシーはその後に勝ち越しを許し、1-2 で敗戦。直近8試合で1勝のみという苦境は続いている。ネット上では J ・フェリックスに賛否両論の評価。データサイトオプタによると、退場までの58分間でチーム最多6本のシュート、4本の枠内シュートを放っており、さらに4つの被ファウルもあった。デビュー戦でしっかりと実力を見せつけたと言える。その一方、レッドカードで敗戦の一因に、さらに半年間のレンタルにもかかわらず3試合の出場停止となったことで、サポーターからは批判の敵にもなっているようだ。フェリックス、まさかのデビュー戦一発退場。不調チェルシー、フラムに4連勝健丈でリーグ戦連敗に。プレミアリーグは13日、第7節延期分が開催され、チェルシーとフラムが対戦した。負傷者が相次ぎ、不調が続くチェルシー。リーグ戦4試合ぶりの勝ち点3を目指し、現在リーグ戦3連勝中のフラムと相見えた。チェルシー VS フラム、結果、スタッツ。チェルシーはこの試合で、アトレティコマドリーからレンタルで獲得したジョアン・フェリックスを先発で起用している。試合は25分に均衡が破れる。フラム MF ウィリアンがカットインから右足を一閃。クルス相手に先制ゴールを奪った。1対0で前半を折り返し、47分。チェルシーはクリバリのゴールで同点。スタンフォードブリッジが一気に逆転へ勢いづく雰囲気に。しかし、58分にアクシデント。フェリックスのタックルが危険だとの判定で、まさかの一発レッドに。デビュー戦で退場となった。すると73分、アンドレアス・ペレイラのロングクロスに反応したカルロス・ビニシウスがファーで合わせる。ヘディング弾は見事にネットに吸い込まれ、フラムが再び勝ち越した。チェルシーはその後、4枚替えを遂行するなど得点を目指すも、万事休す。試合終了の笛が鳴り響いた。この試合の結果、フラムに4連勝を献上し、リーグ戦連敗となっている。新加入ジョアン・フェリックスがデビュー戦躍動も一発レッド。チェルシーはフルハムに敗れ、公式戦4試合未勝利。1.12 プレミアリーグ第7節延期分フルハムに1チェルシー。プレミアリーグは12日に第7節延期分を行った。フルハムとチェルシーの対戦は、フルハムが2対1で勝利を収めた。7位フルハムと低調の10くらいチェルシーによるダービーマッチ。チェルシーは新加入の FW ジョアン・フェリックスが早速先発入りでデビューを飾る。序盤から果敢な攻めを見せ、チャンスを創出。しかし、チェルシーは前半25分に2019から20シーズンまで所属していた MF ウィリアンにゴールを決められ、前半は0対1で折り返した。
追いかけるチェルシーは後半2分に待望の同点ゴール。MF メイソン・マウントが左サイドから FK を蹴ると、ゴール前の混戦を DF カリル・クリバリが押し込んだ。試合を振り出しに戻したチェルシーだが、その後に不利な展開が2連続で続く。1つ目は後半11分、MF デニス・ザカリアが足を痛め、プレー続行不可能に。そのまま MF ジョルジーニョと交代した。さらにその2分後、デビュー戦で気を吐いていた J ・フェリックスが激しいタックルで一発退場。10人の数的不利で残り時間を戦うことになった。一方、フルハムは後半23分に勝ち越しに成功。MF アンドレアス・ペレイラが右サイドから大きくアーリークロスを飛ばすと、PA 内のファーサイドに走り込んだ FW カルロス・ビニシウスがドンピシャのヘディングシュート。ゴールに突き刺し、2-1 と再びリードした。チェルシーは再び追いつくことができず、1-2 で敗戦。昨年末から苦境が続いており、2023年では公式戦4試合で未だ未勝利となった。一方、フルハムはリーグ戦4連勝を果たした。10人のチェルシーが公式戦3連敗、移籍即先発のフェリックスは一発退場でホロニガデビューに、プレミアリーグ。チェルシーは12日、プレミアリーグ第7節延期分でフルアムと対戦し1-2で敗戦した。前節のリーグ戦と直近の FA カップ3回戦でマンチェスターシティに連敗を喫した10位のチェルシーは、直近の試合から先発を4人変更。チエクやジョルジーニョ、ギャラガー、ハンフリーズに代わり、新加入のフェリックス、ザカリア、チアゴシウバ、アスピリクエタが先発に名を連ねた。公式戦4連勝中と好調の7くらいフルアムに対し、ハバーツを最前線、マウント、フェリックスをシャドウに配した、3-4-2-1で試合に臨んだチェルシーは開始早々にフェリックスがチャンスを演出する。2分、アスピリクエタのスルーパスで右サイドを駆け上がったフェリックスが、鋭い切り返しでボックス右に侵入。折り返しをハバーツが右足で合わせたが、これは相手 DF がブロック。さらにこぼれ球を拾ったハバーツの落としからホールがシュートを放ったが、これは GK レノのセーブに阻まれた。チェルシーは10分にも、右 CK の二次攻撃からボックス左でボールを受けたフェリックスにチャンスが訪れたが、ゴール左隅を狙ったシュートはゴール左に外れた。その後は一進一退の展開が続く中、チェルシーはミスからピンチを迎える。24分、ゴールキーパーレノのロングフィードを処理したチャロバーのバックパスをビニシウスにカットされると、ラストパスからデコルドバリードに決定機を許したが、これは右ポストに救われた。ピンチをしのいだチェルシーだったが、直後に失点する。25分、自陣でのボールロストから右クロスを上げられると、流れたボールをボックス左で拾ったウィリアンがカットインからシュート。これがチャロバーにリフレクトすると、ボールはそのままゴール右隅に吸い込まれた。先制を許したチェルシーは34分、アスピリクエタの右クロスがボックス左へ流れると、走り込んだホールがダイレクトシュート。バダラバイオにリフレクトしたボールは GK レノのファインセーブに防がれた。ハーフタイムにかけて、ややフルアムに押し込まれたチェルシーだったが、集中した守りでこれ以上の失点は許さず。0対1で前半を終えた。迎えた後半、チェルシーは早い時間に試合を振り出しに戻す。47分、ボックス左横で獲得した FK からマウントが直接ゴールを狙うと、左ポストに弾かれたボールをゴール前のクリバリが押し込んだ。追いついたチェルシーだったが、立て続けにアクシデントに見舞われる。54分、相手選手との接触で左足を痛めたザカリアがピッチに倒れ込むと、そのままジョルジーニョと交代。さらに58分には、テテへの危険なスライディングタックルでフェリックスが一発退場となった。数的不利となったチェルシーは、73分に勝ち越しを許す。右サイド高い位置でパスを受けたテテの落としを受けたアンドレアス・ペレイラがクロスを供給するとファーサイドのビニシウスが頭でゴールに流し込んだ。